大神宮神社は、長野県佐久市岩村田にある神社、美香稲荷神社の上に地座。旧社格は無格社。祭神は、天寺寺公大臣。日本の皇室の祖神とされる、伊勢神宮の神である。健康長寿、家内安全、五国豊穣、商売繁盛、交通安全といった神徳があり、地元、稲荷町区において広く信仰を集める。経済者として、 天神宮があり、文道の神、菅原道真を祀っている。学業成就、合格祈願のほか、書道、華道、芸事の上達、雷よけといった神徳がある。街中にある神明神社と美保高神社平安時代創建。岩村田の寺社としては最古とされる。明治の初め頃までは、現在の作詞中央公園がある場所に鎮座していたが、移築された。 アマテラス大臣を祀る神明神社としては岩村田の街中にもう一社存在する。町内に二社存在するのは内空と下空をそれぞれ肝心したからであるという。境内社天神宮については稲荷町天神道地席にあった仏道の天神道が明治初め頃に新式の天神宮として祀られるようになったものである。天神道に関する記述は古く。 鎌倉時代の古文書にも見える。ありがとうございます。